すごいごちそう。これ、全部姉ちゃんよく作ったの。そのと一理、全部私が一人で作りました一。あはは、褒めてくれるのは嬉しいんだけど、二人とも、よいち組みてみて。ラーメンなんかがある時点で、ごちそうと呼ぶには寂しい気がするんだけど。うん、そんなことないよ。だって、どれもすごく美味しそうだもん。こんなに美味しそうなものが並んでたら、もうごちそうという以外にないよ。えへへ、嬉しいこと言ってくれるな。よし、あたしのおごりだ。ここにあるかり、好きなだけ食べていいよ。やったわ、それじゃ、まずはこのグラタンから食べよっと。うむ、どんどん食べちやって。わ、普通、熱々で、すごく美味しい。うん、デルタたちといい、ユンといい、本当に美味しそうに食べるわね。だって、本当に美味しいんだもん。伸びちゃう前に、ラーメンを、ずず。わあ、コシのあるに、濃厚なスープが絡まってる。コシだの絡まるだの言われてもわからないから、感想は簡潔に。美味しいよ、姉ちゃん。うん、その感想力士が嬉しい。でも、こんなにたくさん料理を作るなんて、何かあったの？ああ、倉庫の中に大量のシャムコがあってね。それを使って何品作れるか気になったから、ちょっと試してみたんだ。シャムコって、パンを作るなんかに使う、あの粉。ああ、言われてみればこれ、全部シャムコから作る料理ばっかりだ。その通り、ここに並んでいる料理は全部、シャムコをメインに使って作る料理なの？あんな粉からこんなにいろいろ作れるなんて。まさにシャムコの奇跡って感じだね。全部食べる前に気づけてよかったよ。うう、体重測るの怖いなー。